皆さんこんにちは、マテアルゲームイシです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人続きをプレイしていきたいと思います。信長編長篠の戦いになります。では早速進軍していきましょう。まあ、すでにイフストーリーになっていますね。本能寺の変の後に長篠の戦いということになっています。信玄挙兵の報を受け、信長は光秀討伐を中断。武田を迎撃すべく長篠へと向かった。同じ頃、信長への復讐心に燃える足利義昭は、助力を得るため関東の雄北条へと赴いていた。信玄との対決に心躍る信長の知らぬところで、新たな策謀が渦巻き始めていた。上杉勢がこちらに向かっておると。謙信公と信長、もろとも討ち取るとしよう。天下を治めるはこのわし、信玄よ。これは天が親方様に与えし機にございます。謀反の今日疲れるとは、指し物信長も嫁なんだか。この手勢で武田相手は無理というもの。何を弱気な。城にこもるが得策というか。それこそ武田の思うつぼよ。あの大軍勢、いかがなされるおつもりか。臆することはないわ。武田が一人撃たば、こちらは十人撃てばよいだけのこと。わしは20人撃ちますぞ。その意気ぞ、権六。さあ、出陣じゃ。武田を蹴散らそうぞ。まあ、勝家は柴田権六勝家ということで、ここでは信長からは権六と呼ばれてましたね。参りますぞ、信玄殿。来たか、謙信。返り討ちにしてくれるわ。さて、こちら影勝ですね。親父様は何をお考えかということで、もしかしたら謙信がやられた班ですかね。先ほどの映像の中で、あ、これ前田刑事ですね。さあ、赤いのが武田、青いのが信長、おそらく緑が上杉ということですね。勝利条件、信玄を討ち取る、敗北条件は信長が討ち死に、攻略手段としては武田騎馬隊の動きを抑えるということになっています。では始めていきたいと思います。あまりですね、射撃の兵種、まあ、具体的には鉄砲隊だったり、弓隊だったりっていったところを鍛えていなかった上にですね、まあ、さらに唯一鉄砲隊だった光秀が謀反ということもあって、現状ですね、弓隊と連射隊をいくつか配置するのみになっています。本当だったらね、ここに史実に近い形で大量の鉄砲隊を並べたいというところはあったんですけどね。さあ、謙信は死にました。
残っているのは影勝、前田慶次、あと家康なんかもですね、加わってくれています。では合戦開始していきましょう。まず重要なところとしてですね、徳川勢に関しては操作がそもそもできないので、徳川勢側に配置している味方部隊、直江兼続あたり、さらに竹中安部、なんかもですね、ちょっと信長の本陣近くへと再配置をしていきたいと思います。お、徳川の方は鉄砲隊を配置してくれてるのか、ちょっと確認したいですね。で、匿名が来てますので、これも発令します。再逆負荷。三段打ちもありました。で、ちょっと家康とかの布陣見ておきますか。家康連射隊。本田正信連射隊。影勝電気隊、忠次鉄砲隊、刑事もこれは奇想隊かな、鬼の槍の隊、結構分厚そうですね。なので、まあ、徳川勢の護衛としてですね、銃騎馬隊の勝家を派遣して、それ以外は現状維持でいきましょうか。では対戦していきます。さらに三段打ちも発動しておきましょう。合戦終了まで、鉄砲隊の攻撃力が上がるということですね。いや、ここに敵が殺到してるなぁ。ということであれば、きっちりここに当てていきたいですよね。こちらの射撃隊の火力を集中しましょう。やっぱり心配なのが、この敵部隊の突破になってくるので、これを防ぐためにまずは、サクラン玉で混乱をさせて、さらにですね、信長なんかも、ちょっと早いですが、護衛と出していきたいと思います。で、信長の近くに配置してあった秀吉、これも弓隊なので、敵が突破をかけてきているこの中央あたりへと再配置していきます。で、さらに勝松もですね、桜田の打てる状況ができれば打っていきたいと思います。敵の第一波攻撃はなんとか防いだかなと思います。第二波攻撃が来てますので、まあ、ちょっと早いかなという気がするんですが、ここは山形正影あたりしっかり桜田もぶち込んでいきましょう。で、混乱した敵部隊に、弓を浴びせかけていくという戦い方になりますかね。で、ちょっと裏を書いてというわけではないんですが、まあ、秀吉なんかも使っていきたいと思うんですけど、一旦秀吉弓隊に変更しててですね、ちょっと使い勝手が微妙な状況になってきて、ここは数マスを一旦軍旗を取るという動きへとスイッチしていきましょうか。で、勝家はやっぱりね、守備の要になってもらわなきゃいけないというところがありますので、ちょっと前に出してみましょうか。さあ、逃げ遅れている敵はですね、突撃と回復を繰り返しているような状況です。で、逃げ遅れたりしている敵が、まあ、散見されるようになりましたので、そういった敵に対してはですね、この川でハマっているところに対して
一挙にラッパ隊の数増と勘弁、これでですね殲滅をして敵の戦力、こういう時削れる分削っていきたいと思います。さあ何度か、信玄の騎馬隊、まあ、信玄配下の騎馬隊ですね、これを撃退していましたところで、いよいよ信玄自ら動きそうな気配が出てきましたね。そしてまた一斉突撃だ。ちょっとしばらく見なかった一斉突撃、散発的な突撃が多かった中で、ここで再び一斉突撃を仕掛けてきているようなので、これはある程度数を減らすチャンスだと思います。こういうチャンスをですねしっかりものにして、信重、武田信重、山形正景、馬場信春、信久ですね、このあたりを撃退していければいいかなと思うんですけどね。さて信長がここでちょっとギャーとなってるので、一旦お家芸発動しておきましょうか。迷いましたけども、叱咤激励を使います。なんか、信長の陣が動揺しているように見えたので、叱咤激励、発動しましょう。これで、まあ、一旦ね、現状回復というところです。さあ、ある程度、切り込んで数を減らしたので、戻りましょう。あんまり深追いすると、格好撃破のいい餌食になるので一旦戻ります。まあ兵数的にもですね、当初武田の方が多かったという状況あったと思うんですけども、現状では逆転するというところまで、持ってくることができましたね。さあ柵が手薄な本陣近くから武田の武士をはじめ武田の一部部隊が殺到してきているので、ちょっと陣替えというかですね、配置を転換しましょう。このままだとここを突破されてしまうと一気に崩されるというリスクがあるので、大胆に部隊をですね、まあ、右翼中心に配置していたものを左翼へと移動させていきます。勝頼なんかは正面からやっぱり突撃をしてきているような気配があって、まあ、信長、赤根津、半兵衛、この辺りはですね、従来通り、中心部、右翼気味へと回していきます。さあ、突撃と撤退を繰り返す武田軍なんですけども、ちょっとここは今日ついてですね、後方に回り込んで、ラッパ隊、これをですね、投入してます。で、今、勝頼と正景うまく挟み込んでますね。正景には逃げられそうですけども、勝頼はうまく撃破できれば嬉しいかなと思います。そうですね。勝頼撃破できましたね。そしたらすぐに柵の中に引っ込みます。まあ、強力な武田騎馬隊を柵外で長時間、カバー、するのは、まあ、いささかリスクも大きいというのもありますので、ここはですね、目的を達成したら、速やかに、柵の中に戻るというね、これは徹底していきたいと思います。軍旗を取りました。勝頼は撃破したので、あと重心で言うと、信重、正景、信春というところですかね。ついに信玄が動きそう。これは信玄が動きそうですね。おお、突撃してきた。信玄が突撃してきたので、これに備えましょう。信玄の突入してくる場所、これちょっとうまく見極める必要がありますけど、真ん中から突入してきてるかな。そうなると、やっぱりですね、影勝なんかはあまり当てにならなそうなので、まず、一部伏兵として、勝家、柵外に出しましょう。同じく、ラッパ隊の数増す、
黒田官兵衛、これはですね川の中へと伏せます。そして信長で持ちこたえていくんですね。相田刑事も結構苦戦中という状況が見て取れます。刑事が食い止めてくれている間に、こちら予定通り部隊を配置して、あとはですね数増すと官兵衛で信玄の本体を狙いましょう。特に信玄が川の中にいる間はね絶好の攻撃チャンスと見ていいと思いますので、これはしっかりと狙っていきます。で勝家も、どうだろうな、武田信繁あたりに突入戦を仕掛けていってももうそろそろいいかなという気がしますが、場所的にはやっぱり一番手前にいる正影から狙っていきましょうかね。数も多くないです。そしたら、お家芸ですね、発動しておきます。混乱してしまっているのでしっかり激流を使って対応させましょう。来な、守り抜け。勝家も突入していきましょう。さあ信玄に護衛が少なくなってきたところで突撃を使います。皆の者、突撃もう全軍で、信玄を狙いに行きましょうかね。で敵の者、本陣近くに待機している連射隊、これはもうあまり相手にする必要がないかなというところもありますので一旦無視しましょう。さあ信玄を撃破しましたね。お、織田につこうということで前田刑事がどうだろう、配下になってくれるのかもしれないな。奇想隊、鬼の槍の隊、奇想隊の前田刑事が味方になってくれたら大きいですよね。殿、一大事にございます。権六、ウヌの一大事は聞き飽きたわ。討ち取りし信玄が首、影武者にございます。何？どうやら信玄公は戦前に病で、わしと手合わせする前に生きよって。まあよい、読み地での楽しみにとっておくわ。信玄公、我が天下取り、そちらより見届けよ。お、天下人級が取れましたね。まあ柵の中にこもって天に昇るは、まあ、回復をしっかり行ったのが天下人取れた要因ですかね。取得経験 10.5 倍、これは大きいですね。はい、というわけで長篠の戦いを戦い抜きました。次は
厳島ですかね、再び毛利との決戦ということもありそうです。では今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。